はい、今回はですね、マッスルフォースアニバーサリーチャンスアップ選抜ガチャですね。選抜っていうことなんで、星5が来た時点でピックアップが出るっていうことですね。で、気になるそのピックアップされてる超人なんですけれども、まあ、全般的にはね、豪華かなとは思いますね。はい。ちょっとね、顔が出るとにね、時間かかるんですよ。僕のスマホはね。早速いきますけど、なんといっても4周年のソルジャーとウォーズマン、これどっちか欲しいかなっていうのはありますね。ちょっとね、今回はね、少しだけ追います。この4周年キャラどっちかね。性能としては何とも言えない部分はあるよね。ソルジャーはルナイト適正みたいな感じでしたかね、最初。攻略域の動画を見る限りは。で、ウォーズマンが極主のネプキンみたいな感じだったと思うんですけど、まあその辺はちょっとね、実際使ってみないとわからんところはありますね。ソルジャーの必殺技は友情のバフ効果なんで、まあ最近は校内のクエストはね、シールドがたくさん持ってるから、あくまでファイナルラウンドのボス対策みたいな感じに使う感じになるんですかね。ちょっとその辺はわからんのですけどね。でもまあ、性能はともかく欲しいですね。で、まあ、3周年、2周年と来て、個人的には来ると怖いのがこいつですね。ニンニンのビビンバですね。これ結構持ってるんですよ、自分。持ってるし、性能もちょっと何とも言えないところあるんでね。アトランティス欲しいですね。で、こっちのビビンバ欲しい。持ってないんで。ダンテがここできたね。ダンテね、これもちょっと何とも言えないよね。出た当時はね、数少ない花房のね、適性として欲しい時期もあったんですけど、で、これですよ、やっぱり、なんといってもね。この冬、彼への贈り物、二階堂凛子。これは欲しいです。毎回言ってるように、凛子は一体も持ってないんでね、ここでなんとか一体ゲットしたいですね。しかもこの凛子、イラストも好きだしね、性能もすごいいいみたいな話聞くんで、うん。自分はあんまり使ってないんで、なんとも言えないですけどね、結構評判いいんでね、自分としてはね、ゲットしたい。超人、4周年並みに欲しいですね。はい。あと、まあこんな感じですね、サイコマンとかね。まあ、スニゲーターは、まあ、追尾のね、友情のやつですよね。まあ、このテリーマンもちょっと個人的には持ってるんでね、複数体。これはちょっと怖いかな。夏子も、まあ、持ってるんですよね。まあ、このあたりな、まあ、ただね、ラインナップ、ピックアップされてる超人を見ると結構いいかなとは思いますね。ラーメンマンも持ってないし、テールランプも持ってないですよね。テールランプは、どうなんでしょうね。一時期なんかすごい、チケット、猛州のサイコマンあたりで使える時期がありましたっけ、ちょっとなんとも言えないですけど、ただ持ってないんでね、出てきてくれても全然 OK って感じですね。こんな感じなんで、こいつらのどれかを当てたいということでね、ちょっと頑張っていこうかなと思います。とりあえず、ワンセットいこうかなと思います。確定室はないね。確定室出た時点でピックアップ出ますからね。まず1体。うん。持ってないやつ。さあ。おお、いきなり来た。よし。さすが。いいですね。まあ、使えるかどうかはなんとも言えないですけどね。ここで、ちょっとね。いい感じですね。あとは、ウォーズマンかリンクが欲しいです。ビンズマン。久しぶりだな。でもね、彼はね、猛州の、どっちだったっけ、カオスか。チケット猛州のカオスで活躍できますね。今となってはちょっと、あれか、もっと強いやついるかもしれないんだけど、まあ、最低限の29でいきなり、久しぶりじゃないかな、俺自分。新規がね、当たったの。しかも29でやってたのって初めてかもしれない。正直言ってね。うん。このチャンスアップ系のガシャは。まあ、どんどんいきます。あとはまあ、ウォーズマン、リンクどっちかですね。出はいいね、なんか知らんけど。ああ、ウルフマン持ってます。3周年はめちゃくちゃ持ってますね。ああ、持ってないっす。はい。おー!やった!初のリンクですね。これは嬉しいな。なんかいいですね。出がかなりいいですね。個人的に久しぶりに大当たりです、これ。初めてのリンクですね。じゃあ最後っつうかワンセットね。50連。50連じゃない。間違えました。11連ですね。50個のやつですね。まあ、ここは金が。今回金がなんかすごい出るね。
ビーンズマン。うん。ああ、この万太郎は、まあ、あれですね、チケット猛獣のペンタゴンでしたっけ。まあ、すごいいい感じかな。はい、3周年ですね。3周年めちゃくちゃ多いですね。ということで、ですね、もうワンセットいきます。ウォーズマンが出てない状態ですね。ということで、ちょっと頑張って引いていこうかなと思います。ウォーズマンを置いたいと思います。まあね、多少被っても OK な超人はいるんでね。おー、なんか、去年と比べるとここのガチャすごい当たりいいですね。去年悲惨でしたからね。ああ、いいっすね。すごい。これはすごいですね。ここでなんか、もうガンガンいいやつを当てるって感じですかね。レオパルトン。初。あと何持ってない？ああ、ダンテ。ダンテ。まあいいでしょう。はい。はい。ということで、まあ、ダンテとアトランティスが出たって感じですね。そうなると、やっぱどうなんだろうね。ウォーズがちょっと気になるな。まあ、出がすごい今んとこいいんでね。なかなか難しいかもしれないけど。ほんと3周年多いですね。これなんかもう何体目だろうな。3周年ってもう10体までいかないと思うんですけど、かなり持ってますね、3周年。でも2周年がね、1体しか持ってないんだよね、こんだけやっても。さて、1セット、2セット目の最後ですね。まあ、金は1個出てくるんですけど、ひょっとしてあれかな、ウォーズマンのが当たりなのかなって思う。でも、なんだかんだこんだけ引いても1体しか出てないですかね。しょっぱに出ましたけど。お、初ですね。あと何持ってない？あー、サイコマン。はい。まあ、なかなかいいんじゃないですかね。はい。ウォーズマンが出ないね。ということで、ちょっと一旦ね、自分、セット、要はチケット付きのやつを買ってるんで、ちょっと新サービスガチャの方行きたいと思います。はい、サービスガチャの方来てね、まずこれは、一回引いていこうかな。最初からついてるやつですよね、これ。はい。なんだっけ、特盛セット買ってるんで、それを引いていきたいかなと思うんですよね。うん。特に言うことはないですね。てるてるボーイ。はい。で、そう、これ選抜シングルガチャも、なんだっけ、中盛りかなんかで手に入ったやつですけどね。ちょっと作業になると思いますけど、ただシングルも最近悪くはないんでね。若干期待はしてますけど。特に面白いところはないかもしれない。まあ、あんまり何もなかったらカットですね、これも。このシングルに関しては。ということで、特に何のあれもなかったんでね、多分カットしてやると思うんですけど、まあこっちですね、選抜星5保証ガチャ、これ特盛で買うと手に入るやつですね。はい、ショップのね。じゃあちょっとね、やってきましょうかね。これはまあ星5保証なんで、まあ結構さっきの66でだいぶ手に入ったんでね、うん、被る可能性が非常に高いんですけど、まあ、ウォーズマンですよね。もう、とにかく。ウォーズマンが出れば、大当たりという感じで。
ダンテ。2体、どうなんだろうね、ダンテって。そもそもダンテって、どうなのかな、花房以外どっか行けたかな、ちょっとわかんないですけど。まあ、どんどん行きましょう。今、あ、そうや、ビビンバ出てないな、そういえば。水の方ね。あー、これは嬉しい。スニゲーターですね。はいはいはい。クリスマスのね。お祭りレオパルドンとかね、鯉のぼりのすぐれと同じ友情だったと思うんですけど、まあ、これは嬉しいですね。って言ってもやっぱウォーズマン出ないね。ウォーズマン、ああ、はいはい。筋肉万太郎ですね。はい。ということで、一回ちょっと一度確認してみましょうかね。はい。はい、ちょっと覚醒してみましたね。はい、アビリティが、有刺鉄線ブースト強、毒耐性、落雷ブースト強、ゼリーボディ無効の闇属性キラー弱ということで、これどうなんでしょうねっていうのが、少し、なんとも言えないんですけど、ルナイトで使ってましたよね、攻略域は。で、友情アタックが一応かなりの複数の敵にパワーダウンさせるっていう感じだったんで。で、必殺技が、これが、やっぱりフェスゲンのね、ウォーズマンとほぼ一緒なのかなとは思いますね。まあ、友情シールドが出てくるんで、どうなるかはちょっと、使いどころは多分フィニッシュのとこですかね。ファイナルラウンドでボス対策としてやるのが一番いいんですかね。まあそんな感じですね。落雷とゼリーボディ無効があるんで、どうなんですか、ひょっとしたら極主のネプキン、ウォーズマンは適正っぽいかなと思うんですけど、こっちもどうだ、ひょっとしたらカウンターとクモの巣はないんですけど、使いようによってはいける可能性はありますよね、これは。カウンター気をつけないといけないけどね。ちょっとこれ試してみたいですね。パワーダウンかなりやってくれるんで、そういう意味でも、ちょっとね、極臭ネプキンで使ってみようかなと思います。はい。ちょっと期待はしたいですね。で、次、まあ、ちょっとたくさん当たったんでね、まあ、全般的に新規メインでいくと、万太郎は闇のね、チケット、モーシュのね、あのペンタゴンいけるっていう性能ですね。まあ2体当たったんで、ただどうなのかな、闇のペンタゴンは、あ、でもそうですね、結構今も助かるかもしれないですね、自分で。これがクリスマスの時に出たスニゲーターですね。はい、これどこいけるんだろうね。カウンター、クモの巣、落雷、貫通か、なんとも言えないですね。一瞬この組み合わせはあれですよね、極臭のネプキンを思い出しましたけど、貫通っていうのがちょっとどうなるかって、これ反射だったらいけましたよね、多分これね、多分いけるよねこれ。まあちょっとね、探してみようかなと思います。ほとんど自分これ使ったことないんですよ。で、まあ、ダンテもちらっと、これもだから当初花房ロビンのね、チケット猛襲のロビンに、適正として登場したんですけど、今はどうでしょうね。今でも多分使える部類には入るかなと思うんでね。まあこれも当てれて嬉しいかなと思います。んで、サイコマンも、まあこれも、どこだった？ハロウィンでしたっけ？ハロウィンのサイコマンですね。はい。まあ出た当初はこれもチケットモーションステカセかな？バク？ハゼルかちょっとわかんないですけど。あれの適性として登場したんですが、あれですよね、フェス限で闇のバッファローマンが出たんで、そこがどうなるかって感じだったんですけど、今んとこ自分だからカレクック2体とね、フェス限でのバッファローマンで、フレンドバッファローマンか何か、
連れて行ってる状態なんです、テカセはね。どうでしょう、一回ちょっと使ってみても面白いかもしれないですね。カレクック、そうですね、ちょっと、いろいろ試してみると面白いかもしれないです。で、あとはですね、まあ、これは嬉しいね。うん。アトランティス。このアトランティスはね、星6の絵がめちゃくちゃ個人的にかっこいいと思ってるやつですしね、ウルフもね、まだ安定はしないんでね、ここでちょっとね、適正来てくれたのはかなり嬉しいですね。はい。このアトランティスはなんだかんだすごく嬉しいです。で、なんと言っても、これですね。はい。二階堂凛子。初ですね、自分。ありとあらゆる凛子です。持ってなかったんですがね、今回初のリンコっていうことでね、まあこれもちょっとね、使っていこうかなと思います。いろんなとこで、どうなのかな？有刺鉄線異次元ホール。まあちょっとね、強引に使っていこうと思います。はい。ってことでね、全般的にはかなり大当たりだったかな？久しぶりですね。こんだけなんと持ってないやつがバンバン来たっていうのはね。なので、まあちょっと、44連の方が若干微妙だったんだけど、個人的にはね、総選挙ガチャ並みになんか、欲しい超人をね、揃えれた感じもあるんで、まあフェス限はないんですけどね。うん。まあ、なんていうのかな、大満足でした。ちょっとウォーズマンをね、どうしようかとは思うんですけど、まあウォーズマンに関してはまたちょっとね、別のところでも登場してくるかなと思うんでね、そこでちょっと狙っていこうかなと思います。ということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。